韓国の SM エンターテインメント所属の新人ボーイズグループ、リーゼ、ライズ、が、9月のデビューから3ヶ月で動画プラットフォーム TikTok においてコンテンツ累計再生回数3億回、ハッシュタグ21億再生突破する快進撃を見せている。写真、200モの TikTok コンテンツ投稿で支持を拡大しているリーゼ9月に、ゲットアギター、でデビューしたリーゼは、NCT から離脱した翔太郎。 孫ちゃんと、運んウォン,ンビン、ソヒ、アントン、スンハン、無期限活動休止中、からなる7人組。これまで TikTok アカウントを通じて、ポイントダンス、パフォーマンス練習、ダンスチャレンジなどの音楽活動コンテンツ、アントンの視線から1日を記録した、アントンズ・ポブ、ポイント・オブ・ビューシリーズ、タイムスキャンのようなトレンディーなミームを活用したショーと動画など、200ものコンテンツを公開してきた。 さらに、全世界の TikTok ユーザーが自作したリーゼ関連コンテンツにメンバーが、いいねとコメントを残したり、ゲットアギターの振り付けが難しいというユーザーの声に対しては、翔太郎が直接ステップチュートリアルを撮影して披露したりと、ファンとのコミュニケーションをとっている。TikTok のみならず、各種 SNS アカウントでもステージに向けたプロフェッショナルな姿と自然な姿を同時に公開することで話題を集め、 Instagram は8月1日の開設からわずか4日の K-POP グループ最速記録でフォロワー100万人突破。以後もデビューから2ヶ月で YouTube コンテンツ累積再生回数1億回を達成している。